2009年世界陸上競技選手権大会における、水豪2007年世界陸上競技選手権大会における、障害3000メートル障害は、陸上競技の障害層の一種で、障害を通過しながら3000メートルを走るタイムを競う。一般的に3000メートル SC と表記され、SC とは、スティープルチェイスの略である。日本では3000メートル障害または、 参照と略して呼ばれている。スティップルを追うという意味の競技名が示す通り、昔、ヨーロッパの各々の村が教会を中心としたコミュニティだった時代、ある村の教会を出発点とし、別のある村の教会をゴールとした、と競争をする際に村境を示す柵や堀を飛び越えていったことに由来する、ヨーロッパなどで人気の高いクロスカントリーのレースを、 トラック上で再現するために作られたと言われている。競馬の障害競争も、英語でスティープルチェースであり、陸上競技と競馬とでどちらが先に、スティープルチェースの名称を用い、他方に流用されたかについては、諸説ある。3000メートルを走るうちに障害物を28回、障害物の着地点に水合がある障害を7回、越えなくてはなりません。スタート後。 フィニッシュラインを初めて通過してから各周に5個の障害物があり、その4番目が水合であることがルール。水合以外の4つの障害物は移動式ですが、倒れることはなく、手や足をついて越えるのはいいが、外側や内側を通ったりくぐったりする行為は失格になる。障害物の高さは男子が 91.4cm、女子が 76.2cm である。 水合は男女とも最深部の深さが0.7メートル、長さが3.66メートルで、障害に近いほど深い。競技場によって水合がトラックの内側にある設置されている場合と外側に設置されている場合がある。外水合の場合は一周の距離は421メートル、内水合の場合は一周の距離は390メートルとなる。 上述の設置パターンの違いゆえに競技場によってスタート位置やレースパターンにも違いが見られるが、記録上は同一条件として扱われるが、内水号の方が記録は出やすいと言われている。日本では1954年以降日本記録として公認している。3000メートルという比較的長い距離を走りながらも、約80メートルおきに跳躍しなければならないため、 スムーズなレース運びのためには、ある程度のスピード維持が必要となる。また、ハードルと違って、障害は足をかけても倒れないため、転倒事故も起こりうる非常に危険なレースとなる。さらにジャンプ時の着地や、水合の通過、シューズ自体も水を吸って、重くなるといった要素によって、相当な体力を奪われることになり、 ペース配分を考えないと高記録は愚か感想すら、おぼつかなくなるという様相で、メディア中継においては、トラック種目で最も過酷な競技の一つとして、紹介されることもある。なお、夏季オリンピックにおいての本種目は、男子は1900年パリオリンピックから、世界陸上でも、第1回の1983年世界、陸上ヘルシンキ大会からの正式種目であるが、 女子は競技の過酷さから、正式種目となったのは2008年北京オリンピックからで、世界陸上でも2005年世界、陸上ヘルシンキ大会からと遅いものであった。現在、世界的に男子ではケニアを中心とした、アフリカ勢のレベルが高く、ヨーロッパ勢がそれを追う形になっている。女子も、男子同様に、アフリカ勢が強く、ヨーロッパ勢がそれを追う形になっている。 この種目において、アジアの選手は男女とも8位以内入賞できれば、上出来といったところのレベルであるが、しばしば上位入賞ができる力量を持っている。日本人選手は、比較的に健闘しており、1972年ミュンヘンオリンピックで、小山隆次が9位、2003年世界、陸上パリ大会で、岩水義隆が11位、2005年世界、 陸上ヘルシンキ大会で、早かりミキが12位と入賞こそ果たせなかったものの、過去3人が決勝進出を果たし、日本人選手の可能性を示してきたが、ついに2021年東京オリンピックで、三浦隆二が7位で、初の入賞を果たした。ありがとうございます。